どうだこの野郎、少しは俺らの話聞く気になったかよ。どうして、どうしてよ。私がどうなっても関係ないじゃん。自分たちだって傷ついてバカみたい。君たちの幸せ傷ついたら私何のために死ぬか分かんないよ。うん、死ぬなんて言っちゃダメクマ。大丈夫クマ、なんとかなるクマ。クマだってただのシャドウだったクマよ。そんなクマでも変われた。マリちゃんも信じる子だから始めるクマ。自分たちを信じろ。信じたらどうなるの。どうなるのかは分かんないけどね。私を助けて君たちの世界は全滅、それでいいわけ。私に生きろっていうのはそういうことなんだってば。バカみたい。借り物が怖くて、消えるのが怖くて、何か思い出せるんじゃないかってすっかりいい気になってさ。ほんと笑っちゃう。思い出したよ、私消えるのが役割だった。こんな記憶なら思い出さなきゃよかった。本当のことなんて知らなきゃよかったよ。マリーちゃん、どうした。そうだ、うん、真実など見る必要はない。誰の声。知らない方が幸せなの。誰の声よ。最初から知ろうとさえしなければ苦しむこともないのだ。探るな知るな。今の声マリーちゃんじゃない。違うよね。心が飲まれるってやつか。おい、しっかりしろ。第2ラウンドあるのか。来るな。帰ってお願いだから帰れよ。君らって最低。ほんと空気も読めない。君たちになんて会わなきゃよかった。だから君のことだって大嫌いなんだ。嫌いでもいい。うん、そうだね。っていうかほんと素直じゃない。演技下手すぎだよ。適当なこと言わないでよ。うんうん、適当なんかじゃないよ。こちらの世界は全て誰かの心の風景です。ここもそう。あなたの心の現れだ。墓所としての地形とそれを覆い隠すほどの早々の花、死への覚悟とそれさえ忘れたいというあなたの思いがこの風景を作り出したんです。ですが僕らはここに来るまでに墓所には似つかわしくないものを多く目にしました。ジュネスや総裁大学の看板、高台のベンチ、電柱やカーブミラー、うん、学校の机や椅子、すべてあなたが大嫌いだという僕らの町にあったものです。死んだら墓に入れてくれってやつか。そんな好きなら生きて見に来りゃいいんだよ。ダメだよ、私が死ななきゃ。他の方法もある。わかんないけど他の方法もある。他の方法。はあ、こいつの言う通りだぜ。本当か、大丈夫か。必要なのはマリーちゃんが消えることじゃない。マリーちゃんが取り込んだ霧が消えればいいだけだ。方法はないのか。無理だよ、そんな方法あるわけない。これ以上時間が経てば霧は私の体を乗っ取って自由になる。そしたらもう自滅することもできない。ただの怪物になっちゃうから。そいつを倒したらどうなる。ただの怪物になっちゃうから、倒したらどうなる。霧に乗っ取られたマリちゃんを倒すってこと。先輩待って、だってマリちゃんの体でしょ。戦ったりしたら。そうだぜ。間違えたかな。つうかどうなんだよ。
わかんないよ。でも今ならできるかもしれない。できるかもしれない。霧に心が飲まれる前に自分で心を眠らせるの。当然体は霧に支配されるけど、それなら私の心はまだ死んでないから、あとは運かな。霧と私の命、どっちが先に尽きるか。だいぶやべえ賭けだな。どうする？できればやりたくない。でも他に方法がないなら信じるしかないよ。ああ黙って見てるよか全然マシだぜ。絶対死なせない。友達の命がかかってんだもん。絶対にうまくやんなきゃ。友達、マリーはいいのか。ゆっくり休んでろ。必ず助ける。信じるよ、君たちのこと。もしそれで死んじゃってもこのままよりいい。でもお願い、君たちは絶対に死なないで。第2ラウンドあるんだ。油断すんなよ。はい。人の形じゃなかった。かっこいいな。なんか本当に大丈夫クマ？強そうなの出てきたな。後ろになんか目ん玉あるし。戦っちゃってもマリちゃん死なクマね。それはわからん。マリーちゃんは私たちを信じてくれた。うん。私たちだってマリーちゃんを信じなきゃ。行くぞ、必ず勝つ。かっこいいな、これなんだろう。あ、でっかい。なんかでかい。仮面ライダーみたい。シャドウ面。真実なんか知ってどうなる。くすみの狼。ゴミくずみたいな自己満足と引き換えに永劫の苦痛と絶望を味わえってのか。いらない、そんなものいらない。苦しみから目をそらして何が悪い。苦渋に満ちた真実より安息の嘘が欲しいんだ。何この感じ。この子、こっちのことなんてまるで目に入ってない。苦痛と拒否、それに拒絶。この子、何もかも全てを拒んでるんだ。先輩気をつけて。え？普通の戦い方じゃ通用しないかも。普通の戦い方しかできないんだけど何があるんだ。うん、辛いから真実を見ないとか絶対間違ってる。待ってて、マリーちゃん、絶対に助けるから。何も見たくない。暴れもだえ。いや、耐えられないことはない。なんだ、どうしたらいいんでしょうか。弱点は弱点ないのかな。とりあえずマハタルカジャしておきますか。マハタルカジャしておいて、ヒートライザーだとね、一人一人しかかけられないからさ、とりあえず先に攻撃力だけは上げておきたいですよね。そんで、ちょっと待って、一回攻撃してみよう。ちゃんと物理通るのか。ダメじゃん。物理通らねえじゃねえかよ。物理反射ですね。何が効く？普通の戦い方じゃ無理って言ってたよね。魔法も効かないんじゃない？じゃあ。もう最近普通に戦いがないんだよな。ほら、反射ばっかりだわ。メシアライザーして。何したらいいんだ？どうしたらいいんだ？とりあえず体勢をすべて確認するだけしてみようか。あ、待って、SP がまたなくなってるじゃん。マリーの残った思いがなんちゃら。どういうこと？ジオダイン。反射だよね。あと何をしてない？多分ね、多分全部反射なんでしょう、どうせ。ガードしとこ。あと確認してないのはガルダイン。ガルはしたっけ？ガルしてた。あ、氷結を確認してなかったのか。メギドラオンはどうでしょう？万能はさすがに効くでしょう。73。しんど。これどうしたらいいんだ。火炎は確認してないな。確認してないけど、まあ確認しておこうか。ダメですよね。そうですよね。嘘。こ
攻撃を全部弾いてるの？弾いてる。先輩、どうしよう。まずはあのガードを壊さなきゃ戦えないよ。ガードを壊す。マリーの残った思いが体を抑えている。わかったわかったわかった。これじゃない？なんかアイテムやたらたくさん手に入るなとは思ってた。敵一体の火炎耐性を打ち消す。これで消せる？消滅した。ナイスだぞ。でもブフーラは消せないからな。一個ずつ使ってった方がいい。氷壁砕きもやっておこうか。これ何ターンとかってあるのかな。で、これでアギもブフも効くようになったはず。オッケー、ダメージ通るぞ。いや、これで戦っていけるやっと。なんかやたらね、それ系のアイテムが手に入るなとは思ってた。オッケー、反射ナイスだ。攻撃力元に戻っちゃった。待って、マハタルカじゃしておこう。攻撃力だけは上げておきたいよな。防御、命中、後回しでも。そんで、ブフーラ。ターン経過で反射が戻るってことあるのかな？初めて使うよね。防御力上げてくれた。なんで、アギダイン。デクンダーもしていきたいですね。欲を言うなら。ランダマイザーは持ってないからな。デクンダーで防御力を下げよう。ん？霧を吸う？戻るのか、もしかして耐性が。霧を吸って、SP 吸われました。マリーの体が崩壊していく。今の、マリーちゃんの霧を吸う力が暴走してる。暴走してる。先輩、気をつけて。手当たり次第に吸い込んでるよ。あ、今度は吸収になるんじゃない？そうでしょ。違うのかな？ダメ。注意してね。どういう状態なんでしょうか？大丈夫なんでしょうか？攻撃してみる？ちょっとデクンダだよね。デクンダしておきたいな。デクンダじゃない。ラクンダだ。ラクンダ。誰かラクンダ持ってないのかな？ラクンダ持ってたペルソナ消しちゃったんだな。マハラクンダならあるけど、マハラクンダでいいか。んで、どうも、ブフーラ効くかな？効かなかったらもう一回アイテム使わなきゃいけない。あ、効きますね。よかった。じゃあ、アギダインも効くだろう。オッケーオッケーオッケー。順調にダメージ重ねていってますよ。711、強えな。あれ、なんだろう。この霧吸いって何なんだ？ SP を吸われるだけ？マリーの体が崩壊していく。真実なんて何の役にも立たないじゃないか。お前たちは偽善者だ。霧の中にこそ平和と安息があるというのに。先輩、耳を貸しちゃダメだよ。あんなのマリーちゃんの意思じゃない。うん。で、主人公はどうしようかな。物理耐性を消し去るアイテムはさすがにないよね。じゃあ、キュベレン変えよう。ギダイン。一度耐性消したら、もうその戦闘中は戻らないのかな？大丈夫かな？ギダイン。ユキコがめちゃ、あ、戻った。属性戻りましたね。やっぱりターン経過で戻ってしまうんだ。うん、体が崩壊していく。いけるよ、先輩。最後まで気を抜かないで。油断してるとやられちゃうよ。ありがちだよね。どうしようかな。一旦ね、タルカジャ巻き直した方がいい気がするな。タルカジャ巻き直して、んで、まず氷壁砕きね。氷壁砕き、炎壁砕き。んで、アギダイン。オッケー。振り払い。ああ、怖い。危ないな、音が。理性が来てくれた。SP 回復か。そしたらね、どうしようかな。まあ、ハタルカじゃしたよね。ラクンダは一旦やらなくていいか。回復した方がいいな。イシュタル。ユキコはね、攻撃の方が強いので、
主人公が回復した方がいいな。もうちょいで倒せるぞ、アギライン。このターンで終わるんじゃないか。オッケー、倒せました。あんまり歯応えがなかったですね、最近のボスモンスターにしては。なんなら中ボスの方が戦いづらかったよね。まだ終わらないとか。どうなるんだ。消えた。あ、マリーが、マリーが元の服に戻ってる。マリーちゃん、マリーちゃん、おや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 。どうなんすか先輩、無事なんすか。マリーは全く動かない。まさか、マジかよ、そんな。ダメなの。嘘、嘘よ。だってマリちゃん、いやいやいや、だな、マリちゃんってば、意外とヌボさんくま。ほれ、もう起きる時間よ。で、嘘くば、そんなはずないくば。何が悪かったくば。マリちゃん起きて、死んじゃいやくば。え、ああよかった、寝てた。どうしつの。元に戻った。よく頑張った。寝すぎだ。おかえり。ただいま。ありがとう。ギュッて。ちょっと感動のハグ長くない？もう離れてもよくない？やだよ。まだ離れない。拒否。離れるのも起き上がるのもマリーには無理、しんどすぎ。理性の真似だ。出たよ、こんなんばっかだな。リセちゃんいじる人ってあんまりいなかったかもね。今度は何ですか。大地も震えているクマ。普通にマリー立ち上がったし、マリーが立った。アホなコメントしてる場合じゃないっしょ。何が起きてんの。崩れるのかな。もともとこの世界はなくなる、いつなくなってもおかしくないっていう話でしたからね。まさかあれか、映画でよくある親玉倒すとなぜか城が崩れるやつか。なぜか城が崩れる。ごめんね、言い忘れたの。何。ここ私が死なないなら必要ないから、このままだともう少しで消えちゃうの。消えちゃうのじゃねえ、先言えよ、俺らまで消えちまうだろう。死ぬ、死ぬるクマ。とにかく出口、本当に崩れますよ。真剣。あー、無事助けられてよかったですね、マリー。帰ってきた。忘れてたぜ、テレビ実践だよな。前もあった気がすんな、この絵面。本当に君の友達？変な人ばっかり。元はおめえのせいだろうが。え？テレビが。テレビが。うん、テレビじゃないよ。虚ろの森が消滅したの。テレビ消せぬ。もう存在する意味ないから。やったね。どう？運命変わっちゃった気分は。うん、なんか変な感じ。私生きてるし。そりゃそうだ、俺らそのためにあんなとこまで行ったんだもんな。あの、
助けてくれてありがとう。あと、ごめんなさい。な、何？何なのその反応。かわいい。お前、今ごめんっつったか。言ったね。素直に言った。は？いや、なんか言わなそうじゃん、そういうの。はあ？バカじゃないの？もういい。今の取り消し、なしだから今の。ああ、もう。真面目に聞けよ！てか、大体何なの君たち。いっぱい傷ついて、私のこと助けに来てさ。そんなの君たち何の得もないじゃん。わけわかんないよ。それが仲間だ。そうなの？正直、私らも迷ったよ。いきなり向こう側とか言われて、わけわかんなかったし。でもさ、それで助けないって、やっぱ違うでしょ。誰かのせいにして見ないふりしたんじゃ、今までと何も変わんねえからな。マリーちゃんは困ってて、俺たちがそれを助けた。そんで十分だろ。全然わかんない。わからないことが不安なら、これからお互いを知っていけばいいじゃないですか。僕らも、あなたにもっとこの世界のことを知ってほしいですし。そうそう、もうすぐちょうどバレンタインだしね。あ、もうすぐっていうか明日だな。バンレタイン。バンレタイン。ああ、やっぱ知らないよね。あのね、女の子が大事な人にチョコをあげていい日なの。まあ先輩は私が予約済みだけどね。予約とか知らないし、ずるいからなしね。予約取り消し。予約取り消し。なあ、こんな。早速かよ。まあ好きにやってくれ。ねえねえ、外晴れてるよ。あ、本当だ、晴れてる。雪降ってたのに。本当だ。お洗濯一気にやらなきゃ。いや、そんな元気あるかな。腰バッキバキだぜ。な、飯食いかね。うん、飯。いいね、もち花丸の。帰って寝たいよな。帰って寝たい。だ、何当然のことみたいに言ってんだ。あー、よかった。マリー助けられました、うん、大丈夫。うん、行こう。みんなきっと待ってる。みんなきっと待ってる。実績解除、お帰りなさい。こんな雪山だった。そういえばどうした、大丈夫か。またまだ悩んでる。どうした。うん、あのね、霧に体を明け渡した時、誰かの声が聞こえた気がする。まだ誰かいるんですか。なんだっけな。人間は本当のことなんて知りたがってない。うん。本当は霧だらけの穏やかな世界を望んでるんだ。うん、足立みたいなことを言ってる。みたいな。それは誰の声？わかんない。でも覚えてる声。覚えてる声？覚えてる声、誰よ。君たちが雨のさぎりを倒して、私に霧が流れ込んだ時、聞いたのと同じ声。雨の先にを倒して、誰の声。あれ違うか、なんか自分の声だった気もする。はっきりしないな。昔私が自分で言った言葉なのかな。いいや、もう霧なくなったもんね。不穏。聞き間違いかも、忘れて。すごい不穏。気玉が飛んできた。せっかく晴れたし、雪あるし、こういうのやりたくなっちゃう。すごい元気だな。前日前々日ってスキースノボをやって、そのままね、助けに行って、よくこんな元気あるな。ああ、マリちゃんは雪合戦って知ってるか。うん、帰って寝たい。まあ、グループ分けどうする。張り切ってるな。ちょっ、投げるんでしょ。
うん、その雪玉どうやって用意したんだ。手加減しろ。パーフェクトだ。わかった。叩きのメス。叩きのメス。待て、目がマジすぎんだろ。男対女でいいよね、グループ分け。はい、スタート。囲まれスタートじゃねえか。囲まれスタート。てか感じに熊吉、おめえら。沈め、やっちゃえ、マリちゃん。沈め。しばらく全員で雪合戦を楽しんだ。そして、帰れる？放課後から夜になった。久しぶりだな。え？また温泉？ちょっとなんか邪魔なんだよな。霧が邪魔。でもやっぱり今日のヒーローはマリちゃんでしょう。でかい。雪玉女王。でかい。性別が違うよ。ヒーローじゃなくてヒロイン。すごい。やっぱり日焼けとか気にする。見えるか。湯気で見えんか。湯気が邪魔だよな。グキッ。もっと上から。はい、臨界。てめえ、クマ。そっちに倒れるんだ。湯気、湯気、ナオトくんがいるじゃん。ゼキュン。ちょっと待て、てかマリちゃん、電気あっため。君たちなんて大嫌いだ。何の電気。天城屋旅館だよね、ここね。また温泉シーンがあると思わなかった。しかもアニメーションで。おう、おかえり。ただいま。マリーをベルベットルームまで送り、自宅に帰ってきた。いや、大変な一日だったな。お兄ちゃん甘いもの好き。なんでもない。なんでもないか、そっか。昨日今日とずいぶん忙しそうだな。スキー場で何かあったのか。ん？どうした？お前ちょっと焦げ臭いぞ。はは、落雷にでもあったのか。その割にはいいことあったって顔だが。いいことあった。気になるものは入ってない。そうしましたらね、一旦今回はこの辺で終わりにして、続きはね、また次回やっていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。